どうもカオスです。どうもカオスです。今回はこの新旧のアディダスのスパイクのプレデターフリークプラス、プレデターエッジプラスの履き比べ対決をしていきたいというふうに思います。対決内容は、イングランド式シュート、フリーキック、マーカードリブルでやっていきたいというふうに思います。罰ゲームはじゃあどうする？飯にするか、まあ、スパイクかなと思ったんやけど、次回プレゼント企画、スパイクはやりたいと思うんで、今回は飯で OKOKOK でいこう。了解。それではやっていきましょう。よし、OK、じゃあ最初はイングランド式やっていきたいというふうに思います。最初はグッジャケポイ、はい、こいしょ、行こう。じゃあ1本目、そしたらフリーキック対決やっていきたいというふうに思います。3種目目はこのドリブル対決です。
マーカードリブルからのシュート、シュート全部右に行くっていう甘えた考えもあるけど、左で打たせるの、うん、いや無理だ。じゃあまあそこは自己判断、じゃあ1本左で、1本は左、ここ、オーケーオーケー、それでいこう。はい、はい、ということで結果発表です。はい、ご覧の通り6対6対、ホスト5本で、はい、要は6対0と、はい、はい、そうです。ということでプレデター H、はい、勝ちました。やっぱり、ね、新しい方が勝つということです。演者の問題です、はい、演者の問題、演者の問題です。罰ゲーム、罰ゲーム、後日ラーメンが上がります。よっしゃー、はい、ごちになります。ラーメン食えだよね。じゃあ次回の動画はスパイクプレゼント対決ということで、そうですね、やっていきたいと思うんで、ぜひ注目してください。じゃあ今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。